ねえ。はい、いいよ。いえ。ゆりちゃん、海流、中斜面の上まで、もう一回、コース整備してきて、中斜面の上から、ゴールまで一回滑ってくれる？で、中斜面の上に来たら、まず、コースへ、コマコースへ行かせるから、コマコースへ過ぎて、そのワンターン、スリーゲートの成り立ちをもう一回よく見て、で、それから、いえ。どっから来るんだ、お前、この野郎。天気で、お願いします。ケンスケ、じゃあ、さっき隠蔽した通りね、頼むよ。はい。多分ダメなんだ。だってペースをしたってことはさ、やっぱ誰でも切れるってことだった。いえ。ケンスケです。お願いします。ケンスケ頼むよ。ちょっと待ってね。いいよ。そこの、今、ミュウが言った、青、赤までコース整備したら、左入ってっていいよ。おう、ケンスケ、間違えんなよ、お前。さっきと同じじゃねえか。もう一回、上コース整備して。いえ。ほら、こうやって向き変えてダメ。ここ、ダイレクトに、すね返して。ここ、すね返して。で、インサイド打て。下げすぎ手が。まだ慣れてねえか、どうだ。大丈夫だと思う。どうする、上から下まで続けてやれるか、それとも切るか。まあ、じゃあワンターンスリーゲート間違えるんだよ。ちょっとスタンス広く前傾がいって、それで傾けていくわけ。スタンスをもう少し広くなきゃダメだぞ。まだビビってるかどうか知らないけど、ちょっとね、スタンスが狭すぎるな。スタンス狭くなってきてるから、スピードは徐々にだね、慣らしていかなきゃダメだな。見え。お前ちょっとコントロールしといて。はい。お前がついてっちゃダメなんだ。見える。体回すな。腰がちょっと折れてるね。いえ。最後しっかりズレ止めなきゃダメだ。まず後半のズレを止めるように。いえ。もう次のアドバイスしちゃってみよう。ケンスケ、